神奈川大学は創立者米田義盛が1928年弱冠29歳の時、開校の地横浜に横浜学院を創設。翌年横浜専門学校としてスタートを切りました。米田は忠誠堅実な青年を一人でも多く育成するという使命感に燃えて本学を創設しました。米田は教育は人を作るにありと説き、建学の精神を質実剛健、積極進取、忠誠堅実と定めました。神奈川大学は建学の地横浜と湘南平塚にキャンパスを設置し、総合大学としての歩みを刻み、2018年には創立90周年を迎えます。4月、多くの新入生が夢と希望を胸に神奈川大学に入学しました。私たち新入生一同は全国そして世界から集まった学生一人一人の未来が今ここから始まります。先進の風が吹く国際都市横浜に設置された横浜キャンパス。横浜キャンパスには語学部15学科1プログラムがあります。古都鎌倉や江ノ島など景勝地湘南にも近く、美しい自然が広がる湘南平塚キャンパス。2学部5学科1プログラムが設置されています。両キャンパスにおよそ1万8000人の学生を擁する総合大学として発展しています。さらには大学院として9研究科14専攻を設置、卒業生はおよそ22万人を数えます。本学は教育は人を作りにありとの建学の精神により、これまでも学生を第一としてさまざまな施策に取り組んでまいりました。地方出身者に対する学生寮の提供、さまざまな奨学金などを用意しております。そして何よりも学生の皆さんが学問にしっかりと取り組むとともに、新たな友人と出会い語らい、課外活動などのさまざまな可能性に挑戦する中で、自ら学び考え成長するために必要とされる最高の教育と環境を提供してまいります。神奈川大学は専門教育とともに教養教育に力を入れております。人としての成長と物事の在り方を判断する能力が大事だと考えているからです。すぐに役立つ知識や技術を否定するものではございませんが、教育は人を作るにありとする本学の教育方針からも、皆さんの長い人生の糧となる能力としての教養と自ら考える力を身につけてほしいと考えております。本学での学びの中で人として成長し、そしていかなる社会変化にも対応できる自ら考える力を培ってください。新世紀に入り、皆さんはますます多元的な価値観と複雑な社会構造の中で生きていかねばなりません。新しい時代を切り開く人材は、自ら考える力を備えた教養ある神奈川大学の学生から生まれるものと信じます。皆さん、本学で大いに学び共に考えていきましょう。
総合大学の特色である社会科学、人文科学、自然科学、総合学際という4つの学問領域を幅広く学ぶ環境を整えています。大学の授業を入学時から理解できるように新入生に向けたファーストイヤーセミナーを開講しています。カリキュラムは共通教養科目群と専攻科目群を開講、基礎から応用へと無理なく学習できる構成になっています。ゼミ、卒業研究の人材と言われるように、伝統的に少人数による双方向型の授業を重視しています。全学部を対象として教職課程など資格教育課程を開講、教員や学芸員への道のりをしっかりとサポートしています。神奈川大学ではキャリア形成、就職支援を重点的に推進、就職課では専門のスタッフが学生の相談に応じています。地方出身者の就職支援として UIJ ターン就職促進協定を締結、さらに拡充します。実社会を体験するインターンシップは、国内はもとよりアメリカ、オーストラリアなど海外の国と地域にも数多くの学生が参加しています。また学内合同企業説明会などを数多く開催し、万全の体制で就職支援に取り組んでいます。さらに学生の皆さんのキャリアアップを応援するために、公務員試験講座など資格取得講座を設けています。開校地である横浜に学校を設立するからには、世界に通用する真の国際人を育成したい。創立者米田義盛の意思は脈々と受け継がれ、国際化を推進。協定校、提携校は数多くの国や地域に広がります。本学の国際交流を推進する国際センターは、学生の皆さんの留学を力強くサポートします。またキャンパス内では外国人留学生との交流や外国人講師との会話を楽しみながら、国際感覚を育んでいます。学生と海外からの留学生が生活を共にする国際寮エスペラール、異文化交流をさらに進めるため、2019年春の完成を目指して新たな新国際学生寮の建設が始まりました。学生生活を快適に過ごせるよう整備された環境と徹底したサポート体制、創立者の経済格差が教育格差をもたらしてはならないという思いを受け、米田義盛教育奨学金で細やかな経済支援を行っています。その他にも本学独自の奨学金や在学生ご父母を中心とした団体である神奈川大学講演会や卒業生団体からの奨学金など、数多くの奨学制度を設けています。地方出身の学生の皆さんに対する住居支援も充実。横浜キャンパスには定員425名、湘南平塚キャンパスに定員102名の学生マンションを提供しています。成長支援第一主義、充実した学生生活を送れるように、学生の皆さんからの相談に応える教育支援センター KU スクエアを設置しています。
横浜湘南平塚キャンパスの両図書館には国内外の貴重な書籍を含む数多くの資料を所蔵しています。学生の皆さんの健康は専門医師、看護師が全力でサポートしています。横浜キャンパスの学生食堂、テレビ、雑誌などに数多く紹介されています。湘南平塚キャンパスの学生食堂、学生たちの食生活を支えます。横浜みなとみらい21地区に神奈川大学みなとみらいエクステンションセンターを開設し、生涯学習を推進しています。優秀な実績を誇る課外活動団体、スポーツ、文化・社会活動などの学生たちの活躍は本学の大きな財産となっています。大学から社会へ、輝く未来に向かって一人一人がスタートを切ります。そして今、2021年の開設を目指し、設立の地横浜みなとみらい21地区にグローバル経営学部を配置するみなとみらいキャンパスの開設計画がスタートしました。2028年、神奈川大学は創立100周年を迎えます。2021年にはみなとみらいキャンパスを開設し、国際と日本が融合する新しい国際経営学部とともに外国語学部と経営学部を集結させ、国際的企業が立ち並ぶ最先端地区での学びを展開します。またこの新キャンパス開設を機に世界に開かれた環境未来都市横浜の総合大学として、集積のメリットを生かした新しい研究と教育の創造を目指します。ダイバーシティとグローバル化の進展する時代の中で、実践的能力と国際的感性を身につけた良識ある人材を育成し、社会に貢献してまいります。神奈川大学は創立100周年を見据え、世界を引きつけ世界に発信する学園を目指し、未来へ羽ばたく学生を全力で支えてまいります。